ヤニーはギリシャカラマタ出身のシンセサイザー奏者、ピアニスト。1954年にギリシャのカラマタで生まれる。幼少の頃から音楽の才能を遺憾なく発揮し、家計のためにリサイタルを開いていたが、この時は正式な音楽教育を受けておらず、また楽譜も読めなかった。家庭は非常に貧しかったが、家族の関係は非常に良く、父親がギターを弾き始めると、母親が歌い始め、ヤニーもそれに合わせて歌っていた。両親がクラシック愛好者であった影響で、膨大な量の多様なクラシック音楽を聴いて育っていった。彼は背が高く、水泳の能力に秀でていた。将来はオリンピック選手になることが夢で、毎日泳ぎ込んでいた。14歳の時にギリシャ国際水泳チームの一員として競技会に出場し、50m 自由形で全国記録を樹立するといった大活躍をした。英語が得意であったため、18歳の時にアメリカのミネソタ大学に留学するようになる。この大学で後にコンサートで共に演奏をする仲間たちに出会った。入学してからわずか3年半で文学士号を取得して同大学を卒業した後、職を得るためロサンゼルスへと移り、職業相談所のカウンセラー職に就くが、1日でこれを辞める。その後、残りの生涯を音楽に捧げることを決意し、キーボードを購入、映画音楽の作曲家を目指して活動するようになる。この間、彼の出身大学での仲間たちが所属していたシンセサイザー音楽のバンドに加わり、彼の初期のアルバム、Keys to Imagination と Out of Silence とカメレオンデイズのプロモーションのために、インストゥルメンタルのツアーを行うようになる。1990年代に入り、彼のアルバムのいくつかがグラミー賞にノミネートされるようになると世界からの注目が集まるようになった。1997年3月にはインドのタージマハールで、同年5月には中国の紫禁城でコンサートを開いた。現在までに彼のコンサートには20カ国以上の国から延べ200万人を超す観客が通ったことになる。口ひげと長い髪がトレードマーク。彼の音楽は完全に独学であるため、これといった型にはまっているわけではない。しかし、豊かなメロディーと温かい雰囲気は、人々の心を癒し、現在はニューエイジとして広く知られている。ありがとうございます。